西野京駅は奈良県奈良市西野京町にある近畿日本鉄道柏原線の駅。駅番号は B28。東昇大寺、薬師寺への観光客のために2007年3月22日の改正より土休日ダイヤの昼間時間帯のみ休校が2010年3月19日の変更より土休日ダイヤの昼間時間帯のみ一部の特急が 2012年3月20日の改正より平日ダイヤの昼間時間帯にも急行と一部の特急が停車するようになった。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。ホーム有効長は6両編成に対応。改札、コンコースは地下、ホームは地上にある。改札口は東西2カ所、出入り口は両ホームの柏原よりにある。天理駅管理の有人駅で、 北パー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。工日の特急列車が停車する時間帯のみ、駅窓口にて特急券の購入が可能となっているが、平日と土休日で販売時間帯は異なっており、いずれも定期券の購入は不可能となっている。当駅では定期列車として特急、急行が停車する以前から、 イベント開催などに合わせて臨時列車の運転や臨時停車が実施されていた。以下はその実施例。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。奈良交通。ありがとうございます。